本田氏は日本の氏族の一つ。本田氏と同じ氏族であり、本田氏と本田氏は同じ氏族の別表記に過ぎなかったが、いつの間にか分別されたという。江戸時代の不代大,大名、旗本家となった三河の本田氏が著名である。他に、お大島守家の家臣から、戸様大名となった本田ダ久、本田理長の一族も存在する。 本田青ア藤原北家ホッケ健康流の二条、家綱の後衛と自称した、馬の城州豊かが、文後日高軍、本田ダ合領したことから、本田氏と称したことから始まるという。南北朝時代に女帝の代に、足利高氏に従い、先行で尾張横根郡と、相原郡の地頭となり、室町幕府の武行衆も兼ねた後に、三河に移住したのが定説とするが、伝承に近いという。 実際の本田氏は古くから松平氏に仕えた三河の府大の家系である。安城七府大の一つに挙げられている。三河三武行の一人とされる本田氏月次、徳川四天皇に数えられる本田忠勝、徳川家康の参謀となった本田正信の三人が有名。早期については忠勝の家系をこれに充てる説が一般的な通説であるが、 正信の家系を宗家とする説もある。江戸時代、三河本田氏一族の多くが大名、旗本として栄えた。本田氏の大名は13や、旗本は45やあり、他家に例を見ない。江戸時代を通して徳川宗家と文家以外に使用できなかった青い門を唯一許されていた。本田氏は徳川家から青い門の使用を認められた事項があるが、 古くから三河に土着した松平家と同じく、鴨神社を司る鴨系の部民の系統であり、藩官府では、松平清康の吉田白攻めの際に、稲城州の本田正忠の立ち青いの家紋を拝借したものだとしている。流意機関の五府台の列には、下記のように記述がある。五府台の列。1、三河安城の七五福台、堺左衛門の城、元来五府台上座。 大久保、本田元来谷作、中高に至りて、身の守る固有の谷会安倍、石川、青山、上村、右七、家を運。またハールハ坂井、大久保、本田大須賀、イエスジム、坂木原、平岩、上村京家り。元木田2作、中高に至りて、身の守る固有の谷会本田氏はもともと、 本田と称したが、中高に至って、身の守るの由来により、本田に改めたという意味か。近世大名としての三河本田氏には、幕書の辞典で以下に示す六つの家系があり、いずれも、不代大,大名である。ただし、そのうちに矢は解役されている。本田忠勝の旗門、本田城門本田氏の替え門、まるに、本文字徳川四天皇の一人である、本田忠勝の家系。 本田はじめ門の中で、忠勝が、最も家康から厚遇されていた。特に忠勝の子や孫などは、家康の血縁者との婚姻があった。天正十八年、家康の関東違法の際に、忠勝に、上ず国大滝五万国が与えられ、慶長五年の関ヶ原の戦いの先行で、翌慶長六年一月、忠勝に、伊勢国区罠藩十万国が与えられ、忠勝の次男、 ただともには、ただ勝の給料数佐国国王岐藩五万国が与えられた。その後、それぞれの家計は分け、天保を繰り返し、明治維新後まで存続した。一方、宗家は、越後国村上藩主、本田忠だが、法永六年に、幼少で休止し、本来であれば、むつぐ廃絶となるところであったが、三分の一に所領を減らし、五万国で、 加盟最高が許された。しかし、文字政治を推進していた、この時代において、屈指の不代名門に対する処分としては、やや厳しいとの考え否めない。これは、近親者に相続者がおらず、当園の分家である、張間国山崎藩から藩主に中領を招いたためとも、考えられる。この中領が、側用人、老中として惑星に、本だけを復帰させたので、 所要は五万国のまま十万国の格式とされた。ゼゼ藩主、本田谷ヤ三河国宝藩軍稲城主、本田氏の末裔。ゼゼ藩主か。三河物語によると、松平氏に敵対していた東三河の勢力の一部として描かれている。松平長近の時代に、北条総運率いる今川氏の大軍に招集された、東三河州に、異名の本田とある。また、 松平清康が東三河の吉田城に攻め込んだ際に、威名は降参とある。堺中治の次男、高春が本田中治の養子となると、家康が関東へ移法された際には、下佐国総佐軍に領地を賜る。関ヶ原の戦いの先行で、三河国西洋藩に満国を与えられて、大名となる。その後、大阪の陣の先行で、 大見国ゼゼ藩三万国に数を店舗。長男の本田俊二が後を継ぎ、三河国二周藩、伊勢国亀山藩を経て再び、ゼゼ藩に戻る。そのまま、明治新後まで存続した。1884年7月8日、工場が死者を除釈した。また、別家として、俊治の次男、高須進の次男、忠常が一万国を分置されて、 河内国西大藩を立藩している。忠次の次男、中東の時、伊勢国神戸藩へ違法となり、こちらも明治維新後まで存続した。1884年7月8日、中元が死者区を除釈した。高春の次男忠介は、旗本となり、幕末の忠広の第二大名に弟子、三河国政丹藩一万国を立藩した。1884年7月8日、 中方が死者を除釈した、三河国の方軍太平城主本田氏の末裔。鬼作座と称され、三河三武行の一人とされる、本田ダ月愚の家系。1613年に主月愚の子、本田成重が、越前国丸岡藩四万三千国を与えられて、大名となった。しかし1695年、四代目の重役の時、家臣の間に、 争いが起こった責任を取らされて改役された。その後、許されて、旗本となった。なお、茂津具の兄、茂富の子である、本田富生は、結城秀康に仕えた。この家系は、福井藩の筆頭画廊として、越前府中に万国を領し、大名に近い扱いを受け、明治維新後まで存続した。明治維新後の旧家臣や領民による、竹不騒動でも知られる。 1884年7月8日、福本が男爵を助釈した。家康の参謀として知られる、本田正信の家系。正信自身は、相模国玉縄藩に一万国を有していたに、過ぎなかったが、長男の本田正恒は、家康、秀忠の側近として、権力を握り、 1619年に下谷国小山藩3万3000国から下谷国宇都宮藩15万5000国へと大幅に画像転付された。しかし1622年、宇都宮城釣り天井事件など11課状に及ぶ罪状により、海域、出羽国の佐竹義信預かりとなった。共に預かりとなった、正角の長男正勝は1630年、 正住に先立って、入り地の横手で没した。その後の系統は、正勝着難の本田正義が、外祖父戸田支鉄に引き取られて、摂津尼崎、美野大垣と移住。1640年に戸田家を出本して、流浪の生涯を送って後、旗本、安藤直政地行地である武蔵国中郡内の大官となった。この家系が和田生徒、 木村政を称して、旗本、安藤家の重臣として、明治維新後まで血筋を残している。また、正勝次男の本田正幸の家系が三千国の旗本として、明治維新後まで存続している。また、1605年に正信の三男、正順が、下屋国への元藩一万国を与えられて、大名となった。その後、大阪の陣の先行により二万八千国にまで、 火葬されて、正摘海域後も存続している。しかし三代目の本代の千代が1640年に5歳で、没死、むつぐ断絶により海域となった。なお、正信の次男、正重は、若い頃に歓喜をこむって、徳川家を出本後、関ヶ原の戦いでは西軍に参加し、さらに、上杉氏家老、直江へ金継の養子になるなど、流浪の生涯を送って、 最終的に、金沢藩前田家の筆頭が老となった。この系統も、明治維新後まで血筋を残している。治療は5万国で、江戸時代各藩の存続した、家老家では最大。1900年5月9日、誠意が断尺を除尺した、本田正信の弟、本田正重の家系。1616 16年、下佐国船と藩1万国を与えられて、 大名となるが、正重の外孫にあたる、西岸は、そのうち八千国を相続することとなり、旗本となった。そして1688年、西岸の孫、正栄が自社奉行に就任したことから数をされて、再び、船戸藩主となる。その後、上の国沼田藩を経て、駿河国田中藩で七代で、明治維新を迎えた後、1868年に、 安房国庁備犯に違法された。1884年7月8日、正則が死者を除釈した。古くからの家康の不大家臣である、本田康重の家系。三河時代では、康重の父、孝校が、大原城を託されており、家康からの信任は扱った。小田原征伐後には康成後には康が、上野国白井藩に満国となり、関ヶ原の戦い後に、 三河国岡崎藩五万国を与えられる。その後、東う海国横須賀藩、出羽国村山藩、越後国糸井川藩を経て、品濃国院山藩主として明治維新後まで存続した。1884年7月8日、実方が死者を助釈した。本田氏経図判例。一実戦は、実施、転戦は用紙、用子、転戦は婚姻関係。二構成の都合で、 出生順より組替え。三位説もあるが、ここでは、ただ勝つ系統を総家とする。本田氏系図判例。一実戦は、実施、転戦は、養子転戦は婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組替え。旗本より相席、三河、丹波国内七千国。長戸調布藩主、毛立名元の次男、清子院の孫。道のくし川藩主。 松平、越前直則の名の男。道の曇山藩主、松平、水戸頼元の次男。旗本頼り愛石、倉舞五百俵。越前丸岡藩主、有馬一順の三男、栄順の矢者子。武蔵六浦藩主、米倉松春の八男。越前丸岡藩主、有馬光順の次男。品野松代藩主、真田信広の六男、小松姫の矢者子。 伊予西城藩主、松平、木来県の次男。一門、本田忠之の長男。佐野木高松藩主、松平、三虎来忠しの逸夫。信濃小室藩主、牧野高斎の逸夫。旧信濃松本藩子尺家、戸田広報の四男。不評第十二連隊長、長谷川国太郎の子。丸尾三好の子。本田氏系図判例。一実践は、実施。 天選は、養子、天選は婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。上田一宮藩主、加納久志州の四男。越後柴田藩主、溝野口忠良の六男。出羽新城藩主、戸沢正則の次男。東東海横須賀藩主、西尾忠受の四男。伊予宇和島藩主、伊達宗則の次男。本田氏慶図藩霊。 一実戦は、実践、転戦は、養子、転戦は婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。三府中本岳は、茂次の兄の家系であり、作材門やには含まれないはずなので別記する。越前福井藩、越前松平家筆頭家老四万五千億。越前福井藩主、結城秀康の四男。旗本より愛籍。 越前国内三千二百国。越前福井藩主、松平、越前綱政の長男。旗本、本田賢治の三男。張馬達の藩主、脇坂安章の逸尾。非前福井藩主、後藤森信の次男、重明の外孫。越前福井藩主、菅沼孝治の子。日立府中藩主、松平、三都来節の三男、来伊沢の次男。本田氏系図藩令。 一実践は、実施転戦は用紙、用子、転戦は、婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。三どちらも、正信の家系だが、かが本だけの台数が示されているので別記する。正和正光旗本より相席、安房国、東都海国、下付国内三千国。旗本、水谷正岡の子。旗本より相席。 下付国内4500国、名跡復興。旗本より愛席、安藤鹿信、木村市の名跡復興。本田氏経図判例。一実戦は、実施、転戦は、用紙、転戦は婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。非前平戸藩主、松浦線の六尾。本田氏経図判例。一実戦は、実施、転戦は、用紙。 点線は婚姻関係二構成の都合で出生順より組み替え、旗本より相席、東う海国、伊豆国内4260国余り、本田城のこともありがとうございます。